ポリゴンで作られた回転放物線ポリゴンとは多角形のことであるが、この記事ではサーフェスモデルなどコンピュータグラフィックス特に三次元コンピュータグラフィックスにおける応用について述べる。一般に日常的には三角形や四角形といった語はそれらの辺だけのものを指すのか囲まれた中身を含む面文か明確でないことも多い。 しかし、形状モデリング等の応用では、その面が塞がっている面なのか、穴が開いているのかは大きな違いであり、識別の必要がある。そのため、きちんと多角形として、閉じていて、囲まれた中身を含む場合は、クローズドポリゴン、ただの連結な線分など閉じていない場合をポリライン、あるいはオープンポリゴンと呼び分ける。このようなポリゴンで構成された物体は、 基本的に直線と平面のみで構成されるが、線、面分割を細かくして、スムーズシェーディングなどの処理を併用することで、擬似的に曲線、曲面も表現できる。またピクサー社は単純なポリゴン形状で有機的曲面形状を制御するサブディビジョンサーフェス技術を開発している。ポリゴンの数が増えるほど詳細な表現が可能になり、何らかの入力操作に応じて、 リアルタイムに表示計算を行うコンピュータやゲーム機では1秒間に処理できるポリゴンの数がハードウェアの性能の比較に用いられることもある。しかし実際のところその数え方は個々の事例によって恣意的であり以下の数字は基本的にマーケティング目的のカタログスペックとしての数字である。例えば初期の家庭用ゲーム機では 1994年にはセガのメガドライブの周辺機器スーパー 32X でポリゴンのソフトが発売されたがスーパー 32X が32ビットでもメガドライブ自体は16ビットというハードの性能の限界があった。2000年に発売されたソニーのゲーム機プレイステーション2に搭載されたエモーションエンジンは毎秒300から600万ポリゴン。 2007年の時点では、携帯電話向けのものでさえ、東芝の TC35711XBG のように、毎秒1億ポリゴンにも達するものさえある。しかし CPU の MIPS 値と同様、1秒間に処理できるポリゴンの数だけが、ハードウェアの性能の優劣を決定づける要素ではなく、そもそも繰り返しになるが前述したようにこのような数字の算出方法は、 個々の事例ごとに、恣意的な数え方によるものであり、基本的に、マーケティング目的のカタログスペックとしての数字でしか、ない。また、ハードの負荷を減らすために、制作側は極力少ない数のポリゴンで、キャラクターのモデリングを行うことを要求されるため、細部の表現には、各種のテクスチャマッピングと組み合わせることが多い。多角形を塗りつぶす定番のアルゴリズムとして、 スキャンラインと辺の交点の間を塗るスキャンライン法がある。以下は GPU 等における処理に関する議論である。現在ではほとんどの場合、三角形のポリゴンが使われる。これは四角形以上のポリゴンの場合は、個々の頂点座標の位置関係によっては、ポリゴンによじれが発生してしまい、この時ポリゴンの面を正しく塗りつぶすアルゴリズムの実装が複雑なためである。 三角形ポリゴンであれば、三つの頂点座標が、どのような位置関係でも、条件を考慮せずに、同じアルゴリズムで塗りつぶせ、まさしく、空路を保管できる。三角形ポリゴンを塗りつぶすアルゴリズムを多少、変更すれば、フラット保管なら四角形以上のポリゴンも塗りつぶせない、ことはないが、大多角形の場合はアルゴリズムが複雑になり、フィルレートも低下する。これらの理由から、 リアルタイムコンピューターグラフィックスの世界では三角形ポリゴンが使用されるのが普通である。また三角形ポリゴンを複数組み合わせて四角形以上のポリゴンの処理を代替することは可能なので、いわゆる GPU などは基本的に三角形ポリゴンの処理に特化した設計である。ありがとうございます。